全国1億3000万人が選ぶバトルオブダークネス名台詞ランキング第5位、強さを極めし和尚陸海のあのセリフ。最強の和尚陸海に手も足も出ない暁かける。まだやりますか？やるに決まってんだろ。おめえみたいな神だか仏だかよくわかんねえもんにすがってるやつに俺は負けるわけにはいかねえんだよ。そんなかけるの言葉に対して陸海はこう返した。私は戦いに関しては無宗教ですよ。はい、見ていただいてありがとうございました。架空アニメバトルオブダークネス名台詞ランキング第5位ということでね、第5位のセリフは陸海でした。はいね、当たり前のように言ってますけど、これはですね、僕が勝手に作ったこの世には存在しないアニメですからね。はい、でもまあいますよね、ああいうお坊さんのキャラクターって、ずっとこうやってニコニコしてるんですけどめっちゃ強いみたいな。はい、だいたいやっぱああいうなんか落ち着いてるキャラクターって半端なく強いですからね。でやっぱこうやってあの細めのニコニコしてるキャラは本気を出す時だけはいみたいな、目をパッと見開くみたいなね、多分そういうタイプのキャラクターですよね陸海。まあ戦いに関しては無宗教って意味が分かるようで分からないというか、まあ何でもありっていうことなんでしょうけどね。で多分あの戦いの結末は多分どっちが勝つとかなんないと思うんですよね。多分陸海が暁かけるの可能性をどこかで感じて戦いを途中でやめて去っていくみたいな、多分あの戦いはですね、どっちかがなんか相手を打ちのめして、はっきりと勝ち負けがつくような戦いではないと思うんですよ。はい、ちなみにですね、今回の撮影風景はこんな感じになっております。私は戦いに関してはね、思いっきり後頭部に棒を当たってましたけど、ちなみにあの棒術はですね、いつだっけな、5年前ぐらいにちょっと習ってた時期がありまして、はい、というのも僕ちょっと中国武術が大好きで、ヌンチャクとか、棒術をちょっと本気でやってる時は、こんな感じです。結構ブンブン振り回してましたけど、やっぱあれを一人で公園でやってるっていうのはだいぶ不気味だったとは思います。で僕もカンフーも好きなんですけど、あとスターウォーズも好きでして、でやっぱ棒術を覚えたんで、スターウォーズのキャラクターでライトセーバーを棒みたいに振り回すキャラクターがいるんですけども、ちょっとそれに憧れて棒術もできるようになったんで、僕海外のアマゾンで3万5000円出してライトセーバー買ったんですよ。でちょっとそのライトセーバーを振り回してる様子もご覧ください。買って1日で壊れました。もう最悪でした。3万5000が一瞬で折れて飛んでったんでね。ただですね、まあ30分ぐらいはブンブン振り回すことができたんで、
なぜか僕の気持ちでは満足感はありましたね。これ不思議なもので、何なんでしょうね。本当だったら3万5000円ってかなりの金額なんですけども、一回本物を手に取って振り回すことができたという事実で、僕の中では何か達成感があったんでしょうね。はい、というわけでね、話は逸れてしまいましたけども、これからもですね、バトルオブダークネスシリーズをはじめ、いろんなモノマネ動画上げていくんで、よかったらまた見てください。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。